平和の国ラブラディアン、地球よりはるか彼方、宇宙の果ての小さな星の小さな王国、ラブラディアン国王ラブ三世は、森と湖に囲まれた美しい城ラブラディアン城より静かに人々の幸せを見守っていました。ラブラディアンの国民は彼を尊敬し、彼もまた国と人々を愛しました。ラブ三世には双子の娘がいました。心優しい姉のニーナと、ちょっと勝ち気な妹のシリンです。彼女たちを産んですぐこの世を去った妃のジョアンナの分まで、ラブ三世は娘たちに限りない愛情を注ぎ、ニーナとシリンはやがて美しい王女に成長しました。そんなある日、ラブラディアン城に突然不気味な6つの光が飛んできたのです。その光はラブラディアンの平和を妬む暗黒の魔女カーミラと手下の5匹の妖怪たちでした。彼らの邪悪なパワーによって国王ラブ三世は倒されてしまいました。カーミラの強大なエネルギーは王国ラブラディアン全土を瞬く間に闇の世界に変えてしまったのです。今やラブラディアン城は魔女カーミラの支配する悪魔の城となってしまいました。カーミラはラブラディアン城の1階から5階までの各階にそれぞれ5匹の妖怪たちを見張りとして配置しました。そして自らは城の最上階6階で、人々が憎悪や嫉妬で変わっていく様子を面白そうに眺めていたのです。全能の神ゼウスは天空よりすべてを見ていました。ゼウスは魔女カーミラを滅ぼすために、父を失って嘆き悲しんでいた二人の王女に愛と勇気のパワーを授けました。今ラブラディアンを救える者はお前たちしかいない。カーミラを正義の力で倒すのです。さあ行きなさい、ニーナよ、シリンよ。
いらっしゃい。ほほう、女の子一人でここに来るとは感心じゃの。それじゃご褒美にわしがあの世に送ってやるかいの。ラウンドワン、はい。はい。いらっしゃい。また来てね。俺は嬉しいぞ。本当の力を出し切って戦える相手と巡り会えてな。さあ来い小娘、俺の炎で貴様を骨まで焼き尽くしてくれる。ラウンドワン、はい。はい。
鍛え方が違うわ。ラウンド3、はい。いらっしゃい。ありがとうさん。また来てね。誰ですか？僕ちんのお家に入り込んできたやつは。怒っただす、許さんだす、泣かしてやるです。ラウンド1、はい。ラウンド2、はい。いらっしゃい。ありがとうさん、ありがとうさん。また来てね。あなたがカミラ様の言ってた愛と勇気の戦士さんなの？あー、がっかりだわ。もっと強そうな人だと思ってたのにな。ラウンド1、はい。ラウンド2、はい。それ、イエー。
いらっしゃい。また来てね。ほほう、あなたがゼウスの女戦士、シリンさんですか。しかし、こんなお嬢さんに敗れるとは、あの四精霊たちも情けない。ま、いいでしょう。おかげでこのゴールドラッシュ様も退屈せずに済むというものです。ラウンド1、ファイト！サイキックスーツ！ビューティフォー。ラウンド2、ファイト。サイキックスーツ。ラウンド3、ファイト！いらっしゃい。ありがとうさん。また来てね。貴様がゼウスの遣わした正義の戦士か。いいだろう。貴様の信じる愛や勇気など我が暗黒の前では無力だということを知るがいい。ラウンド1、ファイト。
ラウンド2、ファイト。魔女カーミラは滅びました。そして彼女の邪悪な心は消え去り、カーミラは心優しい美しい女神となって復活したのです。傷ついた5人の兵士たちと共に全宇宙を愛で満たすことが彼女の罪滅ぼしであり、また真の使命であると信じて、再び6つの光となって宇宙の彼方へと旅立っていきました。ラブラディアに平和が戻り、城もその優雅な姿を人々の前に表しました。ラブラディアの人々の心に愛が蘇ったのです。ニーナとシリンは亡き父国王ラブ三世の意志を継ぎ、王国ラブラディアンを二人で治めることを全能の神ゼウスに誓いました。ラブラディアンの人々はニーナとシリンのことをこう呼びました。ツインゴッドス。よく頑張ったわね。